名鉄も770系電車は1987年に申請された路面電車車両の一形式である。2005年までは名古屋鉄道に在籍し、岐阜市内線と伊比線との直通列車を中心に用いられていたが、同線の廃止により福井鉄道へ譲渡され、同社770系電車として導入された。本校では名鉄、 福井鉄道双方における経歴その他を記述する。岐阜市内線、伊比線両線には1967年より直通列車が運転されていたが、車両は大正時代末期に製造された旧型電車であった。1987年に直通車のも510系の一部とも520系全車と新型車両に置き換えることになり、本形式が申請されたものである。 770から771から776から777の4編成8両が日本車両製造で申請された。名鉄の運営していた6 0 0ト路線では初の冷房不車両で2車体を台車によって接続する連接車であった。先に登場していた美濃朝鮮専用の連接車も880型からデザインや基本設計の多くを引き継いでいるが、 岐阜市内の平洋軌道線内における急曲線通過を考慮して、車体幅は同型より 130mm 狭くなっている。さらに、新生児からワンマン装置が設置された。また、伊ビ線の各駅はプラットホームが設けられていたが、市内線の電車停留所では、道路上から乗降するため、乗降口を伊ビ線のホーム高さに合わせ、 市内線向けには折りたたみ式ステップを装備した。走行性能は市内線内での低速運転と伊備線内の高速運転を両立させた設計とされており、中節クロノ間の伊備線内における急行運転では弱め開示を駆使し、最高速度時速 70km で走行した。車体塗装については当初はスカーレット一式で登場したが、 あとに1997年に登場したも780型に準じた塗装に改められた。なお、772編成は1994年から1997年の間、ブルーライナーミニとして、本線系路線の特急用、車両線系パノラマスーパーに施された、ブルーライナー塗装と、ほぼ同一の特別カラーに塗装されて、運用についていた。 新塗装カゴのも770系、ブルーライナーミニ塗装の772編成2005年4月1日の、名鉄600ボルト線区全廃に伴い運用を、離脱した。福井鉄道770系200型とすれ違う770系岐阜での路線が廃止された2005年に、福井鉄道へ譲渡された。車両は4編成とも搬出前に、名鉄岐阜工場において、 内外装変更と機器類の改装を施された。外装は塗装変更など若干の変更に止まったが、機器類は福井鉄道に特化して改良された。福井鉄道では従来の高床式高速電車並みの高速性能を確保する必要があることから弱めかい自立を変更し、運転台の主観制御機も変更している。パンタグラフはシングルアーム式に換装し、同時に 偶数社のパンタグラフを撤去して、奇数社のみ搭載とした。ATS や列車無線装置についても、名鉄式から福井鉄道仕様に交換している。制動装置は従来通り、SME のままである。改装終了後、2005年9月末から10月初めに、かけて、旧未の朝鮮のも800型、も880型とともに、陸路で搬出され、 翌2006年4月1日より、正式に運用についた。2016年3月27日から、福井鉄道と越前鉄道三国あわら線の相互直通運転が開始され、F 線形、膨らむとともに直通運転列車に使用されたが、定員数が少ないため、後に、膨らむ全4編成が、直通対応となったため直通運用から離脱し、 2017年12月現在は、福武線内の運用についている。車体塗装は白を基調とし、全面部窓の下と飾り部分の間、及び、側面部の窓部分に、青帯、車両下部に、黄緑と緑の帯が塗装されており、それぞれの色が、福井の雪、海、の、山を表現している。また、側面部の運転席、側ドア付近に、 福井鉄道のロゴマークが付されている。なお、このデザインは同時期に搬入されたも800型と共通のものとされている。福井鉄道770軽電車に関するカテゴリありがとうございます。